ひねの電車区は、かつて、大阪府及び、和歌山県にあった西日本旅客鉄道の車両基地、及び乗務員が所属していた組織である。現在は乗務員が所属しておらず、水田総合車両所のひねの支所と新在家発出所となっている。阪和線と帰省本線和歌山駅新宮駅間を中心に、大阪府南部と和歌山県を中心に運用されている列車の車両基地であるとともに、 運転士も所属していたが、2012年6月1日に、研修体制の見直しにより、研修部門が、追田総合車両所のひねの支所と新在家発出所に、乗務員部門は、大鳥電車区に分離されて廃止された。廃止時は、本区の他に、大鳥、新在家、天王寺の3つの発出所があった。大阪府泉佐野市ひねのにある、車両基地で、 敷地面積は134,690平方メートルである。半和線ひねの駅の南西、ひねの駅から長崎駅間に位置している。なお、運転士は所属していなかった。関西空港自動車道を挟んで南北に分かれており、北側に、研修施設、南側に留置線が設けられている。北側の研修設備には、臨健庫2線、始業線3線、 試運転船1船のほか、12両対応の高検庫が2船、設けられており、高検庫では主に交番検査が行われている。南側には留置船が24船設けられているほか、西側には車輪転作庫が設けられており、車輪の転送が行われていた。大阪府堺市西区にある運転士が所属する組織、及び車両基地で、 敷地面積は38,456平方メートルである。半馬電気鉄道開業時に大鳥車庫として開設され、日本国有鉄道時代は大鳥電車庫と称していたが、1978年の紀勢本線和歌山駅新宮駅間の電化開業に合わせて所属車両がひねの電車庫に転出し、1997年の組織改正により、 大鳥電車区の下部組織になった。和歌山県和歌山市新座家にある車両基地で敷地面積は47,364平方メートル。和歌山線和歌山駅帯の正規間に位置している。新和歌山車両センターを2008年8月に組織変更の上で遠くの下部組織となった。和歌山線、桜井線、帰省本線で運用されている105系と117。 経営は当初に配置されている。この他にラッシュ時に和歌山駅で増解決する223系225系や日中には103系が留置されており夜間対白として223系225系103系特急車両が留置されていた。大阪府大阪市天王寺区の天王寺駅構内にあった所属組織の略号と ひねノの伝報略号であるひねから構成されている。国鉄時代は天ひね、JR 発足後は金ひねであった。その後の組織改正により本ひねとなり、1993年6月に大阪支社が発足してからは大ひね、そして2010年12月1日の組織改正により金ひねとなった。2012年4月1日当時の配置者用は、 以下の通りで、本区と新在家発出所に分かれて配置されていた。本区新在家発出所、昭和40年代に利用者の増加や通勤圏の拡大に加え、規制本線の電化や大阪湾先週沖への関西、新空港建設などが予定され、当地域では、阪和電鉄開業時に開設された大鳥電車区に代わる留置車両の増加や、 設備の近代化などに対応できる新しい車両基地が求められていた。その要望に応えるべく、1970年10月に大鳥電車区ひねの発出所として開設された。規制本線の電化が行われた1978年、大鳥電車区からひねの電車区として独立すると同時に、大鳥電車区の全車両の所属が遠くに変更となった。なお、 遠く発足後の大鳥電車区は乗務員区所として残っていたが、1997年に遠くに統合され、ひねの電車区大鳥発出所とされた。1985年3月のダイヤ改正までは、関西本線で運用される電車も受け持っていた。これは1973年の関西本線、奈良駅港町駅間電化の際、大鳥電車区に、 関西本線用の101系及び113系電車が配置されていたのを、なら電車区解説時まで引き継いだためである。ありがとうございます。